戦闘で負けたくせに捕まれよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで、あ、なるほど、こっちか、そういうことね。ということはだ、行きましょう。ここは19番水道、赤竹シティ、双子島。とりあえずじゃあ戦闘を不思議花に変えて、よし、行きましょうか。行きます。水面は静かに揺れている。秘術水走りを使いますか。使います。よきよき。とりあえずなんかこっちの方こうやったよね。あれ全然違うやん。あ、こう行けばいいってことかな。ね、こっちの方行きよったら双子島が現れてくるはずだから。お、ここか、もしかして。どうなん、ここなん、双子島。お、双子島、合ってる合ってる。なんか向こう側にも入れるっぽいけど、あれ誰これ、なんかフレンドリーショップの制服じゃない、違う。どうも、出張傷薬サービスです。あ、回復してくれた。あ、お代は結構ですよ。これからもフレンドリーショップをごひいきに。ありがとうお姉さん。こんなところこんなところで大丈夫かお姉さん。え、なに、なんかちょ、氷、なんかすげえ寒そうじゃないね。めっちゃ寒そうよね。氷直し、まあでも不思議花でいけるか、氷も。パウワウパウワウパウワウ捕まえてないよね私多分。野生のパウワウが飛び出してきた。よし、これはもう行くしかないでしょう。はっ、グレイ、やったー、来たー。はい、パウワウゲット。さあ、パウワウの情報が新しく。パウワウ、アシカポケモン。凍るほど寒いところが好き。氷点下10度ぐらいで気持ちよく泳いでいる。あ、でも氷タイプはないんやね。水タイプだけなんや、パウワウって。ちょっと意外だった。びっくりした。もうなんか、洞窟とかってね、必ずゴルバット出てくるよね。何あの石。びっくりするんやけど、やめてや。穴抜けの紐を見つけた。ヤドランって捕まえとったっけ私。ちょっと覚えてない。野生のヤドラン捕まえてないってことかな、これは。私ヤドンしか捕まえてないから。はっ、エクセレンス、いけたんじゃね。おお、来た来た来た、やったね、ヤドランゲット。ポケモン捕まえていくの楽しい。お、リザードレベルアップ、レベル48。あ、リザードが進化する。まさかの進化する、やったね。リザードンや、リザードン、ついに最終形態になったよ。イエーイ。ってことはあとはカメールがカメックスになれば完璧ってことかな。コメント、リザードはリザードンに進化した、かっこいい。リザードンかっこいい。ちょ待って、画面からはみ出してるよ。そんな上の方に行く必要あった。リザードン火炎ポケモン。口から灼熱の炎を吐き出すとき、尻尾の先はより赤く激しく燃え上がる。いや、いいね。リザードンは新しく翼で撃つを覚えたい。いいやん、翼で撃つ。なんか忘れさせるような技。乱れひっかきいらんやろ。はい、めっちゃしょぼかったしね。12の保管。リザードンは乱れひっかきの使い方をきれいに忘れた。そしてリザードンは新しく翼で打つを覚えた。やったね。あ、そしてもうなんかこっちがおまけみたいな感じになってしまったけど、ヤドラン、ヤドカリポケモン。海の近くでのんびり暮らす。もし尻尾のシェルターが外れてしまうとヤドンに戻る。進化とは。逆に戻ってしまうこともあるのね。なるほど。ねえ、あの、え、あっち側行けないの。あ、ここにも。これ、
あ、ヤドンもおるんやね。重そうなブロックだ。手術押し出しを使いますか。あ、そういう感じ。バルベは、イーブイは押し出しでブロックを押せるようになった。押して、あ、ここに落とす、これ穴かな、そこに落とす感じ。はっ、かっこいいぞ、強いぞ。はっ、でここにどう。おー、なんかぴったりすぎてね、はまりそうやけどね、あの穴。ってことはあっちの石も、ちょ、びっくりするやん。あっちの石もやるはずやけど、あっこにはいけないのか。あ、そっちからいけるんか。なるほどなるほど。ちょ、邪魔。ヤドン邪魔。これ捕まえとるポケモンはそこに。あれ待って、何も表示されてなくない？これどこで見てわかるん？捕まえとるとか捕まえてないとか。じゃ今のところ私把握できないんだけど。あれ、ヤドン捕まえてなかった？モンスターボールのマークつくかなって思ったんやけど、ついてなかったよね今。いいぞいいぞ。いや、私ヤドン捕まえて、ヤドラン捕まえてないなって思ったけん、さっきヤドラン捕まえたんやけどな。あ、捕まえてなかった全然。ヤドン、間抜けポケモン。とても間抜けで動きも鈍い。時間の流れを気にすることなくのんびりと生きている。あれかな、ゴーパークで見かけたけん捕まえたつもりになっとったんかな。さあ、それじゃあちょっとそっち側の石も押し出しましょう。これどれぐらいの時間持続してくれるん、このパワーは。これ自分は普通にはしごで行ったんでいいんかな。これコーチトレーナーだわ。やあ、驚いた？コーチトレーナー、こんなところにもいるんだよ。毎日ここまで通ってる僕が一番驚きだよ。勝負する以外何もすることない場所だけど、どうしよっか。勝負しましょうよ。だよね。そりゃするよね。はいはい、行きますよ。何さん適当な感じ。軽い。あっぱれさ。ありがとう。さあ、勝利勝利。あ、進化するカメールが来たよ来たよ。やったね、もう進化祭りやん。はい、来たー。これでこれであれやん、初代御三家ちゃんと全員進化したよ、カメックス。カメックス、甲羅ポケモン。相手に狙いを定めると消防車のホースより強い勢いで水を出す。素晴らしい。せっかくここまで来てくれたんだ。とっておきの道具君にあげよう。アイナは不思議な飴を5個手に入れた。おお、5個もありがとう。飴ボトルにいろんな飴が入ってると嬉しいよね。よくわからんけど、まあ嬉しいんかな。飴ボトル見んけんな。さあ、あっこに道具が落ちとる。まあ、てか落とした岩はどこまで落ちてったんやろうな。ちょっといまいちよくわからんけど。満タンの薬、とりあえずはしごを見つけても降りていく前に別の場所とかいろいろ見た方がいいよね。ルージュラルージュラおるよ、ルージュラ。大きい野生のルージュラが飛び出してきた。よし、捕まえよう。ルージュラさ、なんか今までのシリーズに比べて可愛くなったよね。思うの私だけ？めっちゃ普通に可愛くなったと思うんやけど。最初にルージュラ見た時さ、なんかすごいブサイクやなって思いやったのに。普通に可愛い子じゃないか。あ、全然違う方向。はっ。移動しないでよ。そりゃね、捕まりたくないだろうから、必死で逃げているのだろうけれど。ナイス。全然捕まってくれない。逃げそうな感じする。待って、全然違う方向に飛んでく、つらい。はいはい、グレート。どうでしょう。お、あー、ダメだった。めっちゃ惜しかったんじゃない今の。逃げた。破裂したかのような音を残して逃げてった。くそ。あー、せっかくの大きいサイズやったのに。よいしょ。シルバースプレー、スプレー系とか全然使ってないな。あ、ここにあるやん。ってことはこれを、これさ、なんかこの上、びっくりした。この洞窟
内におる間はずっと効果が発揮されとるってことかな。よいしょ。はい、落とした。あっちにもある。あっち側はどうやって行けばいいんかな。とりあえずこっから降りてみる。あ、ここにある。ルージュラー、ちょ待って、ルージュラ、ルージュラ、ビッグサイズではなさそうやけど普通サイズっぽいけど、よし行こう。とりあえず捕まえたい。はい。なんでいつもそっちになんでいつもなんか逆方向に飛んでいくんすか。ダメ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 。はい、普通だな。いけるか。おお、いったわ。やっぱビッグサイズじゃないけん多少捕まえやすかったりもするんだな。はい、ルージュラゲット。ルージュラ人型ポケモン。独特のリズムを持つらしく、踊るように軽やかに動き、腰を振るようにして歩く。あ、氷タイプもあるんや、ルージュラ。へえ、エスパーだけかと思いよった。そしてこの青いなんかシュワ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 ってなってるやつは小さいサイズってことかな。で、赤い方がビッグ。違う、ピカチュウと話したかったわけじゃないよ。そこのね、地面が滑ってびっくり。あ、凍ってるから。あ、冷凍ビームや、冷凍ビーム。めっちゃいいやん。イエーイ、びっくりびっくり。そしてゴルバット別にいらないんですね。あれ、どういうこと？あそこのモンスターボールマークがっていうことなんかな。ちょ、いまいちほんとよくわからんねよね。また捕まえてないポケモンとかおったら見てみよっか。てか、どこに行けばいいんやえ、うわ、行き止まりやん。めっちゃ行き止まりやん。なんかそんなに分かりやすいモンスターボールマークではないということなんだろうか。はい、もう一回こっち上がって、で、あっち側から、あっち側から行けばいいんかな。こっちこっち。はい、ここ降りてって、で、あれ多分でかいサイズの子やね。あ、これや、これこれ、ここ、これを押す。オッケー。これ自分も落ちれるの。あ、落ちれるやん。え、ありがとう。なに、めっちゃ回るんだけど。え、超流されてるんだけど。は、出てったよ。どこ、これ。あ、なんか EV が。なになに？どうした？寒い？ EV はただならぬ雰囲気を感じておじけついてる。ただならぬ雰囲気って何？怖いんですけど。え？何かいるの？何かいるということ？大きな真珠。やったね、ゲットー。え、てか水のところに落ちてってしまったな、あの岩。危険！流れが速い。大丈夫よ。乗り切ってきたよ、私。てか、もう一個の岩どこ行ったんやろ。お、こっちも大きな真珠や。とりあえず上に上がっていってみますか。こっちから上がろう、ちょっと。はい。お、あ、こっちはもうこれで行き止まりなわけ。あ、一応上があるんか。はい、じゃあちょっと上に行って、びっくりした。やめてよ。この辺には岩はないね。ちょっと待って、ポケモンを避けていくのがなんか一苦労なんですけどもう一個の方のはしご行こうか。はい、ここまで戻ってきて、ちょ、こっち側の何、どうしたの EV。 またなんか EV がお呼び。なんかただならぬ雰囲気を感じとるよんよね。なんか何かしら近くにおるってことかな。はい、モンスターボールいっぱい。シルバーコロン。
このコロンの方がモンスターを寄せ付ける方やっけ。なんか道具めっちゃ落ちとんやけど。スピーラー。そしてあっこに岩がある。え、なんか岩いっぱいあるよ。ん？なに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 ？あれ？足上がった？上がったつもりじゃなかったんやけど。ちょっと待ってね。あ、あれがさっき落としてきたやつや。びっくりした。え、これはどうすればいいんやろ？岩いっぱいあるけど。すごい傷薬。なんか急激に道具が増えてきたね。ちょっとびっくりするけんやめて。びっくりするけんやめて。あ、このさ、名前の左側についてるあのモンスターボールマークは必ずついてるやつやっけ？それともあれが捕まえましたよっていうやつなんかな？あ、この部分なんかある？別になんもないよね、多分。よいしょ。で、こっち側にも落としたいんやけど、これを持ってこれるってことかな？え？どうやったらいいんだ？とりあえずこっち、突き飛ばして、で、これを持っていけるかな？よいしょー。え？こっち？え、待って、いけるこれ。あー、待って！自分が落ちた。自分が落ちた。違うんだよ。違うんだって。これどこ？え、待って、これどこ？またなんかよくわからん場所に来たんやけど。ヒント、ブロックで流れをせき止められるかも。あ、そういうことか。あ、ってことは、あっこに落とした、水に落とすのが正解ってことや。じゃあ1個はできたってことやね。なるほどなるほど。で、どこなのここは。あ、ここか。なるほどね。すぐそこやった。これ元に戻っとるやん。落とさんかったら元に戻るってこと。そういうことね。とりあえず邪魔。はい、邪魔。これ持っていけるかな。よいしょ。あ、持っていけるね。全然持っていける。はい、オッケー。で、ちょっと自分が落ちてしまわんように。はい。これでせき止めれたんじゃない？多分。びっくりするやん、やめて。おどかさんといて。ほら、これで流れがせき止めれたやろ、ここ。そして、わあ、なんか、目のクラゲとかコイキングとか。え、どう？野生の目のクラゲ。あ、やっぱり、あのモンスターボールマークがない。ってことは捕まえてないってことやね、目のクラゲは。なるほど、なるほど。自分から当たりに来たんやけど、なんか。あ、なるほどね。なんかちょっと分かりづらいモンスターボールマークやけど、分かった分かった。はい。目のクラゲゲットー。新しいモンスター続々やね。目のクラゲ、クラゲポケモン。波打ち際に干からびた姿を発見することもあるが、水につけてやれば復活する。あ、てかあれかな。流れが止まったけん、ポケモンが出てきたってこと？さっきまでポケモンなんかおらんかったやん、全然。そういうことなんかな。え？フリーザーおった。え、フリーザーおるんやけど。じゃ、これは？大きな真珠ゲットー。いや、それはいいんだけど。ほら！フリーザー！これは？捕まえれる？捕まえれるの？フリーザー。とりあえずは戦闘ですよね。え、戦闘だよね。あ、ですよね。え、で、戦闘からの、これやっつけてしまっていいってことやろ。カビゴンパターンのやつやね。ちょっと待って、これは。イーブイの応援。よっしゃ、行こう。頑張って行こう。これ。マジか。ちょっと待って、そっか、草は氷にはダメなのか。ちょっと待って、ピカチュウだなこれは。逃げるわけないでしょう。はい、ピカチュウで行きます私。
え、でも一発ってやばくない？え、待って、レベル50か。ってことはめっちゃギリギリな感じですか。怖いー怖いー。頑張って頑張って頑張って。雷、雷は物理攻撃に入りますか。いいぞいいぞ、効果抜群やぞ。おお、まひったやん、やったね。そのまままひって、あー当たらないそうやって能力ばっか上げていかないでくれます。攻撃仕掛けてこられても嫌だけど、ピカチュウダメならなんか次がおらんような気がするけん。いけ雷。おーす、これいける、これいけるよ。キャー、怖い怖い。しかしこの1回で、あー当たらん当たらん。いやでも向こう麻痺してるから大丈夫大丈夫。その調子。はい雷、これでいけたやろ。効果抜群。そしてここからの、はい、フリーザ捕まえるチャンス。ここはもうあれやろ、モンスターボールとか使いよる場合じゃないやろ。ハイパーボールでいこう。83個あるし、はい、いきます。はっ、グレート。どや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 。基本的にはモンスターボールでいきたいと思うけど、この辺のは捕まえたいので、ちゃんと はい、全然違う方向に飛んでいく怖いよー。はっ、え、待って待って待って、やめて。はい、これさ、捕まえれんかったらどうなる。逃げるとかそんなことあるん。おおお、もうほらめっちゃ逃げそうやもん。もうちょっとまた赤い印が出てからにすればよかったかな。でもこの子なんか逃げん気がする。ってことはもうあとは捕まえるだけ、捕まえるしかない。あー待って、多分この子逃げんのやろうけどさ、ハイパーボールがつきそうハイパーボールがそこをつきそうです。は、助けてー、ナイスくっ、こい、捕まえだと思ってないやろ絶対。くっ、どや、くっ、上から見下しやがって。戦闘で負けたくせに捕まれよね。戦闘の意味は何。え、だってさ、今までのポケモンやったらさ、なんかこんなエクセレントとかそんなん関係なく体力を減らしてギリギリにして捕まえよってん。え、絶対あの頃よりもさ捕まえるの難しくなったと思わん。これありえんやん、こんなに捕まえれんとかあります。ないってないって。え、辛すぎるんですけど、助けてー。え、これ本当に捕まえれる。絶対捕まえれんことない、無理ゲーじゃない、大丈夫。え、大丈夫ですかこれ。はっ、ううううう、あ、やったやっとやっと来たフリーザー。ふう、感動すぎるんですけど。うー、もう私一生捕まえれんのじゃないかと思ったよ正直もう一生捕まえられんのじゃないかなって思ったよフリーザー。うん、ミュウレベル56。この辺の経験値っていうのは戦闘の経験値、それとも捕まえるのにかかった時間とかなんかな、わからんけど。ふぅ、フリーザー来たー。フリーザー、冷凍ポケモン。冬空の空気に含まれる水分を凍らせて雪を降らせる伝説の鳥ポケモン。なんかもしかしたらさ、あれなの、サンダーとか、ファイヤーとかもこんな感じ。やだやだやだ。もういいよ、そういうの。いやー、捕まえられたけどね。
ね、イーブイ。イーブイはポカンとしてる。まだ信じられないみたい。伝説のポケモンが仲間になってくれたことが。まあね、私も信じられんけども。はい、ということで、じゃあ今回はどうしようかな。とりあえずここから脱出するところまでやっていこうか。え、脱出できます？これやっと出口だよ。20番水道、はい、出てきた。双子島、あっこからこっちに来るまでにどんだけかかるんだよっていうね。つら。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんかすごい苦労したけど、ポケモン図鑑もだいぶ埋まったし、フリーザも捕まえたし、進化もしたし、よかった。